はい、どうも、はい、もう1回ね、第2回ダルダルトークということで、なんかもう本当に、なんで俺は動画を上げてるんだってなるんです、いつも。まあ、楽しいからじゃない、喋るのが。なんとなく喋るのは楽しいんですよね。みんな生放送が好きって言うけど、生放送はあんま好きじゃないです。単純に生放送は好きなんですけど、みんなのコメントのね、量がやっぱね、まだ少ない。質も悪いよね。質問してくれるだけでいいんだよ。そんな。でもね、でもやっぱ楽しいな。最初の20分は楽しいわ。で、そこでも俺もぼーっとして何もすることなくなってやめるみたいな感じ。結局生放送やっぱ楽しいわ。生放送結局楽しかったよっていうね。あ、スプラトゥーンも早くランク30になるまでやらないとな。金モデが欲しい。最近ね、若葉シューター使ってるんですよ、ガチマッチで。あ、まあ、僕はすごい B 隊なんですけども、俺、分かったんですよ。あ、俺弱いなって思って、俺、まあ、僕自分でも言ってるんですけど、まあ、そこそこちょっと頭に IQ105 くらいあるんですよ。一般的な人よりも IQ105 なんで、IQ5 分くらい頭いいんですよ。だからそのサポートに回ろうって思って、で、ガバガバ IQ テストで、俺の IQ170 ですからね。ガバガバ IQ テストは。でも多分俺 IQ170 くらいあるんじゃないの？ガバガバ IQ テストだと。多分IQ170 らしいですけど。もっと本気でやれば多分250くらいあると思います、IQ は。そんなないないない。いや、ある。でも本当は嘘。僕の IQ 本当3672なの。まあ、一応 IQ170 ということにしよっか。IQ は170ですって。自称 IQ170 ということでね。メンサ入れますからね。知能指数ってなんだろうな。まあいいや。社会的 IQ ってあるんだよね。社会的 IQ って単純に社会的常識みたいなもんでしょ。社会的な立ち回りで。ってことでしょ。もう社会の理不尽なね、ことをね、乗り越える力みたいな。それが社会的 IQ と今俺が勝手につけました。社会的 IQ 自体はあるんですけど、社会的 IQ ってなんだよ。まあ、社交性とかそういうもんじゃないですか。社交、知的、知能指数とは全く違う何からしいけどね。一応、自称は IQ170 なんで。じゃあ、俺、質問コーナーするか。自称 IQ170 の質問コーナーっていうね。自称 IQ170 ですからね。よし。おしまい。